あと10年もすれば、ロスジネの上の方は60歳です。大学を出たのにアルバイト。派遣しか経験がない。年収200万円以上になったことがない男性。派遣の給料が十数万円。実家から出ることができないまま、親の介護が始まった女性。また、コロナ禍では、多くのロスジネがホームレス化した。そのことを支援団体が指摘している。その中には、バブル崩壊によって正社員になれず、その十数年は、両付き派遣の仕事を転々とした果て、コロナ禍で路上生活となった人たちも少なくない。経済政策の失敗の直撃。これを受け 続けたたロスジェネ自己責任だとまま見捨てますかこれまでの氷河期世代への支援策、名前だだけ教えてください例えば2003年に若者の自立挑戦プラン、2006年に再チャレンジ支援総合プランが取りまとめ実行されてまいりました、2012年にはトライアル雇用助成金の拡充、2017年に特定求職者雇用開発助成金の拡充を行うなど、求職氷河期世代支援の観点から、個別の施策の見直しが行われてきたさまざま言われましたけれども、ほとんどピント外れなんですよ。